皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島、プエルトプリンセスの自宅からお送りしています。今これ収録しているのが2022年1月20日ですね。今日も、引き続きいい天気です。で、今日もですね、ここのとこずっとメールですとかね、そういう質問にお答えしていますけど、今日も、それをねやっていきます。なんか外出ようと思うと、うちの連れ合いのマリアがね、オミクロンが危ないからね、ダメ、外には出ないって言って、なんとなく本当に必要な用事以外はちょっとここ数日ね、うちにこもってます。ちょっとメールを読んでいきます。今日ね、2通来てたですね。最初のメールから読んでいきます。あんたの YouTube を見て笑わせてもらってるって、あ、これアンチだ。あ、いいか。面白いからちょっと読んでみましょうか。あんたの YouTube を見て笑わせてもらってる。わからないと思って、空手だカメラマンだと大風呂敷を広げるのもいいけど、俺もあんたと同時期に空手をやってて、東京の都大会にも出てる。どんな試合に出たとか戦績とか言ってみな。嘘は簡単に見破れる。フィリピンで偽善者やってるのにも吐き気がする。まあせいぜい頑張ってこんなのがね来るわけですよ。同時期に空手やっててってこと、僕と同じぐらいの年の方がこういうねメールを送ってくるんですけど、どんな試合に出たとか成績とか言ってみなって。いやー、まあ、ちょっと言いますよね。大きい大会だと、天下一武道会ですね。ミスターサタンには勝ちましたが、クリリンにはね、手を焼きました。で、舐め切ってたね、父に負けました。なんたって牛魔王の娘ですからね、後に悟空と結婚するっていうような子なんで、あれ？父は天下一武道会出てなかったんでしたっけ？どうだっただろう。場外乱闘で負けたのかもしれないです。父に。はい。僕の戦績そんな感じです。次行っちゃいます。もう一つのメール。あ、ちょっと長いメールですけど。初めてメールします。最近相談ごとによくお答えのようですので。そうなんですよ。私も相談したく思います。51歳の未婚の会社員です。はい。去年、錦糸町のフィリピンパブで二十歳の子と知り合い深い関係になりました。彼女は母親と近くのマンションに住んでいます。今現在は週に1、2度と店に行き、店が終わった後私の家に来て朝まで過ごしています。結婚したいと考えています。店を辞めろと言うと結婚したらと言われます。それもわかります。彼女は日本の国籍を持っているフィリピンと日本のハーフです。中学生頃まではフィリピンで育ったということで、日本語は完璧ではありませんが、普通には話せます。彼女の家に行った時に母親にも会いました。私の彼女の父親の彼女の父親の日本人とは離婚しています。はいはい。お母さんもフィリピンパブで働いていた時に日本人と知り合い結婚したようです。この母親は48歳で、昔フィリピンパブで働いていたのが納得できるような雰囲気を持っています。うん、私が遊びに行くと笑っている時などボディータッチというのでしょうか、体に触れてきます。フレンドリーなフィリピン人なので、日本人とは違うのですね。私はフィリピンに行ったことはありませんけど、私の彼女が言うには、結婚したら母親が一人になってしまうので、私の家で一緒に暮らしたいと言います。その母親は食品工場で働いていると言います。家賃が浮くとその分を余計にフィリピンに送ることができて嬉しいと言われました。フィリピンには他にも彼女の弟がいて、
まだ8歳です。一緒に住んでも私にたかるつもりはないようです。ここまでは何の問題もないのですが、一つ疑問が出てきています。彼女の家に行くと、かなりの頻度で彼女と同年代の友達がいます。男なのかと思いましたが、女でした。私の家から帰る時にもその友達が何度も迎えに来ています。彼女の家に同居しているのかもしれません。私の友達に聞くと、彼女はレズだと言われますが、私と関係があるのでそれはありません。私の仲間には頭を冷やせと言われますが、彼女のことを信じています。誠さんが日本に来られたら、彼女に会っていただけると非常に嬉しく助かります。ややこしい相談をしてすみません。言葉を選ばずに、思ったままのお答えで結構ですので、よろしくお願いします。ちょっと長いんでね、これ僕、断ってないですけど、動画で答えさせていただきます。なんかその日本国籍持ってるってことですよね。こういう相談なんかだいぶ前にもあったような気がしますね。20歳の子、錦糸町のフィリピンパブ。もう関係ができてる。結婚したい。店を辞めろというと結婚したらと言われる。はいはい。フィリピンと日本のハーフ。中学生ぐらいまでフィリピンで育って日本語完璧ではない。まあ普通に会話できるならいいですけどね。彼女の家に行った時に母親にも会いました。もうお母さん離婚されてるってことですね。日本人の旦那さんとはね。お母さんもフィリピンパブで働いてた時に日本人と知り合った。遊びに行くと、笑ってる時だとボディータッチで、これ親しいとね、あははなんて笑った時体、これお店の中では触ったりしますけど、フィリピンの一般家庭で、例えば自分が付き合ってる子の家に行ってなんかおかしい話をしてね、あらとか嫌だとか言って、体に触ってくる親なんてこれいないですから。皆無です、そんなのは。まあだからってね、どうってことじゃないですけど、まあフィリピンパブのノリをね、まだ引きずってるのかな。あ、フィリピンに行ったことありませんけどって言ってますね。まあでもね、フレンドリーなのは確かですけど、自分の子供のね、彼氏とか彼女とかね、そういうことを、どうかな。私の彼女が結婚したら母親が一人になってしまうので、私の家で一緒に暮らしたい。お母さんは工場で働いてる。弟がフィリピンにいるんで、その分仕送りできる。一緒に住んでも私にたかるつもりはないようですってこれ。家賃浮かすためにね、この一緒に住みたいって、当然、光熱費もいらない、食費も浮くって、まあ、言葉を選ばずにって言われてるんで、ね、これ言いますけど、まあ、それもね、たかる一つだと思いますけど、まあ、娘にはね、この一人になっちゃうから寂しいって言って、まあ、フィリピン人基本的にすごく優しいんですよ。だからお母さん一人になっちゃかわいそうって本当に思ってるでしょうけれども、お母さんにしてみればね、こっちの関係もあって、もしかしたらね、なんか具合が悪いとか言って仕事も辞めちゃうかもしれないですよ。わかんないですけどね、どんなお母さんが僕は会ったことないんで、ここまでは何の問題もないのですがって、僕ここまでが問題いっぱいあるような気がするんですけど、まあ、今言ってたようなことね、いろいろ問題が結構含まれてるな。一つ疑問が出てくる。あ、同年代の友達がいた男かと思ったけど女、私の家から帰る時でも友達が何度も迎えに来る。あ、お仲間に聞くとね、彼女はレズだと言われる。多いですよ。私と関係があるのでそれはありませんって言ってるけど、関係があったとしても、そっちの方の関係もあるかもしれないです。その友達とその彼女が一緒にいて話している時とか、そういう素振りとか、あなたが彼女と話している時に、その隣にいる友達のリアクションとかって、よく見てください。なんかね、わかることがあるんじゃないかな。もし一緒に住んでるとすればね、そのお母さんの子供でもないのが、なんで一緒に住んでるんでしょう。
ちゃんとね、別に寝る部屋があるんでしょうかとか、まあ、そういうことです。よくあります。フィリピン人、そういうことが。で、それをね、やっぱりあまり隠さない。まあ今ね、世界的にそういうの隠さなくてもいいっていうようになってるけど、いいっていうようになってるけど、そしたらおかしいな。それはね、自由なんですよね。自由に恋愛していい。このジェンダーっていうの関係なくっていうふうになってるんで、別に僕がね、非難することではないんですが、そういう思考があるケースも多いです。はい。私の仲間に頭を冷やすと言われますが、彼女のことを信じています。これはもう、惚れてしまえば何とやらでね、51歳の方ですよね。20歳のこと、31歳の年の子あって、またね、これ、そのお母さんがフィリピン人で、日本人のお父さんとこの、なんていうの?デュアルですよね。こうなるとね、可愛い子ができたりするんですよね。多分すごく可愛い子だと思うんだけれども、お店でもね、結構売れっ子で稼いでんじゃないかな。だから結婚するまでは店辞めないって言ってても、その、相談いただいた方の収入どのぐらいあるのか知らないですけど、そういうね、今まで送ってきたような生活を彼女、そしてお母さんにもさせてあげられるのか、させてあげてたら、あげたとしたら、次、もっとっていう、もうこれはもう本当にありがちなんですね。まあ近くにいるね、友達が頭冷やせって言われてるんだったら多分、そうなんじゃないかな、頭冷やした方がいいんじゃないかな、なんてちらっと思いますけれども、僕が日本に行ったら彼女に会っていただけると非常に嬉しく助かります。すいません。嫌です。僕そんなのジャッジできないですから、わかんないかもしれないしね。まあでも僕の答えとしてはね、そんな感じなんですけれども、これもしかしたらね、そのお母さんが、その彼女とね、その友達がもうできてるのをもう分かってますよね。当然お母さんは近くにいるんで。で、あなたとのその結婚というのも、これね、本当に悪く考えてしまうと、あんまりこういう僕ね、悪いことって言いたくないんだけれども、お母さんが後ろで操縦してるかもしれない。お母さんがリモコンを持ってね、こうしなさいとか。だから、一旦店辞めて、結婚して、まあ、いろいろあってね、で、また店に戻ったりとかっていうこともあるし、この相談者の方がね、どれぐらいの、露骨な話ですけどね、財産を持っているのかとか、ね、結婚して、殺されないように注意してくださいね。ほんとそこまでね、言いたくなっちゃう。なんか、このケースだと。お母さんだってね、その昔水商売してて、今、食品工場で働いていたいわけはないんですよ。フィリピンパブで働いてたような雰囲気がある。納得できるような雰囲気。美人なのかな、お母さんも。これ51歳ですよね、相談いただいてる方。もう20歳の娘辞めて48歳のお母さんの方に行く。ダメ、ダメですよね。そんなことね、ちらっと思ったりしました。でもね、その中、近くにいるお仲間がね、こうあなたのことを見てて、一緒にお店行ったりもしてるのかな。で、そういう様子を見てるんだと思いますけど、そういう方は第三者のこう目で見られるんで、もうちょっとね、真剣にその周りの方のアドバイスっていうのも聞けたらいいなと思います。ただね、これ、もう本当にいろいろこういうケースって見てるんですよね。フィリピン国内でも、マニラでも、パラワン島でも。で、こうなってしまったらやっぱり、周りのこと見えないし、周りの意見耳に入らないってなってしまうんで、まあ、どうしてもね、やめられなかったら、行くとこまで行っちゃってください。本当、で、後になってね、ああって思うかもしれないけれども、でも、多分僕が近くにいてもね、この周りにいる友人と、あなたのね、お友達と同じアドバイスをするんじゃないかなって、思います。はい。ちょっと深呼吸してね、ちょっと引いて、こう、俯瞰からね、自分がここにいる、彼女がいる、お母さんにいる、彼女の友達がいる、そのこうね、俯瞰上からね、
見てみるようにして、ちょっと引いて見てみれば、自分が中に入っちゃうと、全体図っていうのが分からなくなる場合っていうのが、これ何事においてもあると思うんで、まあね、近くにいるお仲間、大事ですから、よく話を聞いて、ください。今日はこんな質問にお答えしました。一つ、アンチメールにまで答えちゃったけれども、今日はこの辺で失礼します。